すすめの YouTuber、たまさまとロッチャです、はい、というわけで本日もやっていきましょう。はい、50コインで買える希望。希望希望これね、単純な言葉だけど俺意外と気に入ってる言葉なんだ。ここで満を持して満を持して、これはね、本当なんかそういう風になっていきたいっていう自分の気持ちも込めている言葉なんですけど、うん、はい、本日の、ね、言葉は、はい、まだまだ未踏の素晴らしい世界がある。お、はい、これね、あの本当に単純な言葉なんだけど、やっぱり人間常にね、こうやって暮らしてる中で同じことの繰り返しが多いとは思うんですよね。うんうんうん、で仕事行って家帰ってきて寝てとか友達と遊んでとか、うんうん、なんだらかんだらってなるけど、それが今ある自分の環境の全て、うんうん、じゃないですか。でもそれだけじゃない、なんかもっと素晴らしい世界ってきっとあるよっていう希望の言葉なんですよ。うん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 、なんか要はその今の、逆に言うとその今のね、すごい過酷な環境で育っている人もいると思うんですけど、うんうん、そうじゃない世界って絶対その人にとってあるって僕は思いたいんですよね。うんうんうん、なんかその今ここで苦しいけどこっちに行ったらすごい楽だよとか、うんうん、素晴らしくなるよとか、そういう世界って絶対あると思うんですね。うんうん、それはまあ僕もブーちゃんにも今思っている話ではあるんですけど、うんうんうん、だからなんかすごい僕はなんかね、世界各地のいいすごい絶景な部分を見たりとか、うん、いろんな人に会って外人さんとかも、うん、なんかその外国人さんも会ってなんかいろいろ話をすると、うんうん、価値観ってやっぱりなんかすごいいろんな人がいて、うんうん、人間同士の出会いってすごいやっぱり化学反応というか、うんうん、起こると思うのでね、なんかお互い刺激になったりとかしてなんかより良い人生を歩めるんじゃないかなって思っている意味で、そういうまだまだ未踏の素晴らしい世界があるよっていう話なんですよ。うん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 、まあこれはなんか本当に世界的なものもあるし、なんかそのね、実は世界のどっかに自分を変えてくれるような人間がいるんじゃないかっていう、うんうん、なんかそういう希望的なっていうか、まあロマンスっていうかね神様がねどうか願い叶えてっつって、そうそうそう、そういうのもあるし、ロマンとロマンスの、ね、こういろんなものがあるっていう、なんか例えばインスタグラムとかを開くとなんかいろんな世界の人のこうわって写真があったりとかして、うんうん、これすごいなとか思うような写真ってあるじゃないですか。うん、こういうなんか、ね、山の絶景があるんだとか、うんうん、なんかこういう、ね、観光名所とかじゃなくてもなんか素晴らしい街があったりとか、うんうん、わすごいなって、こういうものがあるんだって、そういう空気感に触れるってすごい大事だと思うんですね。まあそうですね、うんうん、まあ、受け取り方がそれぞれだっていうところもありますけど、うんうん、まあすごいいい歌詞があって、うん、セロリっていう曲わかります？わかりますね、はい、あのセロリの一番最初育ってきた環境が違うから、うん、それぞれ違っていいんじゃないみたいな歌詞じゃないですか。うん、うん、まあ、素敵みたいなそこはね、うん、そうだからまあやっぱりそういう人たちとねなんか出会うからやっぱり自分の刺激があるし、うん、勉強なのもすごいいっぱいあるから、まあ、それも含めなんだけど、なんかやっぱりなんていうかな、かけがえのないなんかその自分のねなんか親友を見つけたりすることも、うんうん、きっとなんかその例えば今住んでる環境じゃなくてもあるかなっていう、うんうん、まあ、例えば僕らはね札幌ですけど、例えば東京とかに行きましたってなってもそういう出会いがあると思うし、うんうん、ね、違う場所に行ってもね、うんうん、九州行ったりとか、ね、どこどこ行きましたってなっても、うんうん、それはそれでそこの場になんかすごく素晴らしいものがあったりとかすると思うんですよね。うん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 、それが海外だったらなおさらなんかすごいこうカルチャーショックがあったりとか、うんうん、それもあると思うし、まあゆくゆくはねブーちゃんともこう世界旅行みたいなできたら面白いよねって思うんですけど、そうですね、全部本通訳してください英語なら僕英語ギリギリ2ですからね通知点サイトシーンもうね英語言われてもわっきょうなんじゃないね。でも英語とかまあ基本的になんかボディーランゲージが上手ければそれで伝わるのかなっていうのもありますし、はい、今このスマホが通訳してくれましたね Google 先生でちょっと、まあ、そうですね、 Google 翻訳さんがねいるんで、まあでもそういう考えるとねなんかね暮らしやすい環境にはなりましたよ。うん、なんかそうですね、うんうん、バックパッカーの人とかすごいなと思いますよね。うんうん、それぞれ行ってでもやっぱりその場でやっぱりちゃんとアンテナ広げて、うん、バックパッカーとしてやってる人とかっていうのは、うん、まあこの言葉に当てはまるのかなと思うんですよね。うんうん、そうですね、だからなんか本当になんかそういうのを分かってる人たちだから多分何回も何回も行くんだなと思うし、うんうん、何日かもかけてね歩いてみたりとかいろいろ旅してみたりとかね、うんうん、まあ危険もあるんでそういうのは気をつけてほしいですけど、危ないところはねなんか避けてほしいですけど、やっぱりなんかそういうものがあるし経験しちゃうとやっぱりなんか癖になるって思うんですよね僕なんか本当に、ね、外国人さんと、ね、向こうでウェーイウェーイウェーイって飲みたいですもんね
いろいろこうデリエテキラエってなんか飲みたいウェイウェイでですね、うん、でなんかそういう経験ってやっぱりなんかね本当になんかプライスレスだなって思うんですよ、うんうん、なんかね本当に今だったら、ね、海外旅行なんて日本国内旅行より安いかもしれないし、うんうん、ね、僕は、ね、今すごい行ってみたいとこがあって、まあ、さっきブーちゃんにもなんかちょっと見せたんですけど、あのバリ島兄貴っていう、ね、はいはい、彼らねちょっと兄貴に会ってみたいなっていう思ってはいるんですけどね、はい、なんかそういうまあまあいろんなこう世界はねなんかいろんなとこがありますけど、うん、観光地だったりもそうだし、パワースポットとかもね、そうですね、海外のパワースポットとかも面白いから行ってみたいなと思ってますね、うんうん、まああの、うん、一昨年なのかもあれ2年3年前もう3年前ぐらいか2年前じゃないですか、うん、2年前か、はい、2年前はねなんか一回町会議に一緒にね、そうですね、東京に行って、うん、奇跡が起きてねそう、お互い奇跡が起きてそう、すげえね、ね、あれ、あの奇跡は僕が拾っただけですね、僕は拾いラッキーですけどあれはね、ほんとね、いや、まあ楽しかったなっていうのと、はい、あとまああのね、パワースポットはね、そうですね、最終日ちょっと行きましたね、はい、あそこもすごいっちゅう、やっぱりすごいですね、今でも僕はあれですか、携帯の待ち受けそれですか、はい、ね、ほんとにね、俺なんか、俺は全くね、取り忘れてたんでちくしょうって思ったんですよって思ったんですけどね、うん、なんかまあでもそういう、まあいろんなとこ巡りもそうだし、なんかいろんなそういうとこでね、出会う人たちの出会いもそうだしっていうね、とこはあるかなって思うんですよ、うん、そうですね、うん、なんかまあちょっとこの間はね、あのそんなにすごいあれではなかったんですけど、まあ地元の人と飲んでなんか話とかするのも多分楽しいと思うし、うん、あ、なるほどみたいなね、そうですね、1日目は楽しかったですね、僕、うん、あの何でしたっけ、ホッピー通り、あ、ホッピー通りね、に行って飲んだじゃないですか、うん、あの時に屋台のおばちゃんとかとこちょっと話したりとかしたじゃないですか、うん、ああこういうの楽しいと思ってそう、あのね、もうあそこはね、もう絶対東京行くからあそこはもう浅草寺のこのホッピー通りはもう絶対行くって決めてるんでね、そうですね、そういうものでなんかやっぱりあの雰囲気がまたいいじゃないですか、うんうん、ね、でなんかやっぱりあの東京とかもやっぱりなんかあのね懐かしい感じしちゃうっていうか、俺なんか自分の中でなんか別に東京住んでたことないけど、うん、なんかテレビの影響なのかな、なんか見てる感覚になるのかわかんないけど、うん、なんかわーって街並みとか見てて、あ、なんか懐かしいなって思っちゃう部分がなんかあって、俺前世東京の人なのすごい思っちゃったりするんですけどね、なんか、まあ、なんかでもこち亀とか見て、うん、で向こう行って下町見て、おお、こういう感じかみたいな、そうそうそう、あ、見たことあるみたいな、うん、なんか隅田川みたいなねあとかだとなんか瓦屋根があったりとか、そうですね、こっちはないんでね、やっぱりね、瓦はないですね、そんな瓦で作ったら雪でドーンって沈んじゃいますから家がそう、長野行った時も思ったけど、瓦屋根があるからなんかやっぱり日本の情緒がやっぱりそれに、ね、あったりとか、あとまあそのね、行ったあそこの神社もね、そうですね、やっぱり樹齢が長いから、うん、大きい、でかいですね、木がでかいですね、わーっつって、もうこうなんか樹齢とか太さもそうだけど、なんかこう横に広がってる葉とかもすごいなみたいな、うんうんうん、ここ東京って一瞬思っちゃうぐらい、うんうんうん、ね、森なんですよね、ああいうね、自然があんなとこにボンって、うん、都会の中にボンってあるっていう、あそこか皇居かどっちかじゃないですかだからなんかすごいね、不思議なとこだなって思うんですよね、なんかあの、うん、なんていうか、やっぱり坂道とかも多いし、なんかその、うんうん、作りも、なんていうか、札幌ってやっぱり効率化されてるから、なんかもう五番の目になってるけど、ね、うん、なんか起伏がすごい激しいし、うんうん、こんなとこに家あるの誰住んでんのみたいなとこに家があったりとか、うんうんうん、隣の家との距離がすげえ近かったりとか、うんうんうん、そう、なんかそういうので感動しちゃうすげーみたいな、あと友達の家に泊めてもらったら、人の歩く音が近すぎてびっくりするみたいな、なんか、だからなんか要は普通になんかすぐ横に道路とかあって、うんうん、ザッザッザッね、泥棒泥棒みたいな、あ、通ったんじゃんかとか、そういうね、あと車1台分ほんとギリギリ通れるぐらい、京都とかそうらしいですね、うんうん、なんかああいうの見て、うわ、すっげー住みづらそうだけど住んでみてみたいなって思っちゃうんですよね、なんかそういう、まあ、そういうのもやっぱり経験しないとわかんないですからね、うん、カルチャーショック受けて、なんかそのバカにしてるわけじゃなくて、本当になんかそういうのがなんか逆に俺はワクワクするとみたいな、だからまだまだ知らない、そういうなんか未踏のね、素晴らしい世界がすごいいっぱいあると思うので、うん、なんか今の環境とかそういうものに絶望してる人は、まあ、思い切って変えてみても面白いかもしれないですね、うんうん、って思う感じです、だからまあ本当に、まあ、これからね転勤になったりする人とかね、そういう人もいるかもしれないですけど、うん、なんか最近もう変化もないんだよなとか、
なんかこうだなって思う人は、まあ、自分にね余裕があるんだったら、うん、経済的な余裕とかねそういうものがあるんだったら思い切ってなんか違う地域に住んでみるっていうのも一つの手かもしれないなと思うし、まあ、そうですね、引っ越しちょっと違う区とかでも違うと思うので、うん、そうですね、だからまあそのネットの中で調べて動画とか見て、あ、この街並みすごいなとか、こういうとこ住んでみたいなって思うものって絶対多分あると思うので、うんうん、そういうのも楽しいかもしれませんね。そうですね、うん、ぜひぜひ僕はそういうのをなんかもう死ぬまでにできることなんてすごい限られてるから、うん、もうすごいおすすめします、できる人には。そうですね、うん、僕もともと旭川なんで、うん、旭川からこっち引っ越してきてもなんかやっぱちょっと違いましたもんね。ああ、まあそうですよね、はい、なんかやっぱり変わると思うんで環境がね、まあ、友達もね増えたと思うんで、そうですね、札幌でもね、今旭川と札幌でも五分五分ぐらい、うん、友達が増え始めたんで、はい、これからもっともっと広がっていくと、ね、そうですね、うん、楽しくやっていきましょうという感じですね、はいはい、というわけでね、本日も50声に変える希望、ね、こちらの言葉、ね、まだまだ未踏の素晴らしい世界がある、ぜひ皆さんもね、飛び出してみてください。はい、はい、よろしければね、LINE スタンプの方買ってみてくださいね。うん、はい、で本日の、ね、動画が気に入ったら、高評価、グッドボタン、ね、よろしければチャンネル登録、よろしくお願いします。以上、すすきの YouTuber、たまさまとブーちゃんでした。したっけ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。最新の動画、おすすめ動画もぜひ見てください。